ロボットアニメ速報。ズンダモン総統が直接情報を届け、1993年から少女漫画雑誌仲良しで連載していたクランプ原作のマジックナイトレイヤースの新作アニメが制作されることが決定し、ビジュアルと PV が公開された。1994年のテレビアニメ放送から30周年を記念して制作されるもので、新作アニメは97年発売の OVA 以来27年ぶり。少女漫画で異世界ファンタジー、そしてロボットものという異色の作品であるレイヤース。作品タイトルであるレイヤースの立体化やプラモデル発売、スパロボ参戦など大きく注目が集まっている。昨今は過去作のリバイバルアニメ化が増えているので、レイヤースがどれだけ人気が出るか続報に期待するのだ。続いてはスパロボの話題。バンダイナムコスタジオは7月3日今期からスパロボシリーズの開発元として知られる株式会社 BB スタジオがバンダイナムコスタジオグループに加入したことを発表した。 BB スタジオ代表取締役社長稲垣博文氏は、今後も同社では機動戦士ガンダムバトルオペレーションにの運営継続のほか、スーパーロボット対戦シリーズの開発を引き続き担当していくとコメントで伝えられている。これまではバンダイナムコエンターテインメント傘下の企業となっていて、ゲーム開発を担うバンダイナムコスタジオの傘下となり、スパロボ開発を進めていくことになる。ネットではスパロボの新作はもう出ないんじゃないかとささやかれていたが、今回の報道でこれからもスパロボのゲームが続くことが分かり、少し安心した。スパロボ30の発売からもうすぐ3年、新作情報が早く欲しいのだ。以上、ロボットアニメ速報、ズンダモン総統がお送りしたのだ。